それではですね、なんでウーロ戦争がこんだけ長い間続いているのか、まあいろいろ追ってますけど、まあ今ね、日本のその、ロシアディスのプロパガンダがこの1年半前、非常にひどかったんじゃないかと、そのイデオロギー教のまあアカデミアと、それからビジネス最悪、がね、お互いイスラエルとウクライナでは共同して、ロシアディスを行ってたんやけど、まあ今、そのイスラエルの方パレスチナ問題とか、パレスチナとイスラエルとハマスの問題が始まってね、二手に分かれてますけども、でそのまあイデオロギー教のね、教祖っていうのが池内聡かな、そして、そのビジネス保守だと、まあ飯島明里っていうのが、まあYouTube でどんどんとね、その池内聡の方をそのハマス擁護派を叩いているというような構図になってますけどね、お互いね、ずっと追ってるんだけど、彼らはそのウクライナ紛争の時にね、どうしてたかっていうと、まあ池内派っていうのは外務省の方のトリクルダウンをね、を期待して、ロシアディスのね、論人を張ってたやつをね、メディアに対して日本人を洗脳したと。そして、飯島明里もね、同じようなことをやってたと、ね、いうような話をしてますよね。ここはまあ、保守党ね、日本保守党っていうのも飯島明里なんでね、そういうグレンコとか、ナザレンコなんかと共同して、ウクライナの擁護をしてたんやけども、今、まあ、まさにね、それが今度は、まあ、ゼレンスキーもそのハマス非難ね、イスラエルネタニヤフ擁護というようなことは始めて、それについて、飯島カリなんかもね、ウクライナらしいハマス擁護をね、ハマス支援、ウクライナハマス支援、イスラエル擁護というのをやり始めているということでね、でそれにね、対応してこの飯島あかりがね、まあそれは前のやつ貼っとくから見てもらったらいいけど、その前の説明はね、それに対応してその飯島あかりがね、自分はね、結構、いろいろこのジェイキスは派なんかな、なんかこういうやつらにね、責められてるということで、まあ YouTube 動画を作って、まあ炎上ですよね、炎上したら売れる、本が売れるだけ売れるからっていうことで、まあこういうやつにね、責められてねと、まあここら辺はね、イデオロギー重視派のやつで飯島明里を責めてねけどね、こいつらが1年半前に一体ね、日本国民に対して、何をやったか、一方的な情報で何をやったかっていうのをね、今ちょっとおさらいしてて、まあ常念に関してはね、前に一回 YouTube をやりましたね、もう、自分の言説以外は、陰謀論やということで、それが新人だというような形で、今でもね、YouTube ではまあ、日々ね、ウクライナが侵攻してロシアがね、負けてるというような形でね、ロシアフレンズザマーとかっていうようなことをやってますけど、まあこっちに関してはもうやってますから、またこれも貼っとくけど見てもらったらいいけど、まあバカ、一言で言えばね、ということで、ここをねカルト教の教祖になるというような YouTube を上げましたからね、まあ、未だに信じてるやつも、それの信者で会おうということになりますね。じゃあ、まあ、次にね、この、カズヤっていうやつがね、まあ、これちょっとよくわからなかったんで、若干調べてみたんですけどね、まあ、年齢は若いですけど、政治系の YouTuber ということでね、ネット右翼ね、まあ、日本はね、やっぱり、憲法9条では守れないというような形でも、論人はあった憲法改正の論者やけども、まあ、今はね、岸田政権を攻めている、ここら辺は飯島と同じような感じです。岸田政権を攻めているんで同じような感じなんやけどもですよね、でも飯島を攻めているというような感じで、ね、非常にね、今日本のね、その
かせ。政治系のね、論断もね、入り乱れてるというような感じですね。で、まあ、ね、もともとはね、なんか、この参政党のボードメンバーやったらしいんですけどね、それもね、後に、まあ、離党と、それはその参政党がね、ディープステートの陰謀論に傾斜してね、オカルティックになったからということになりますね。まあ確かにね、この参政党っていうのは、その、まあ神は一党独裁のような感じになって、まあ、ある程度ね、ゴレンジャーが分かれたというような感じで、ちょっとね、スピリチュア系のネットワークに行き過ぎてるなという面もありますので、まあ、これもね、少し離れたところが眺めていった方がいいんで、まあ、その辺はね、離れたっていうのは案外、まともなんか、あるいはね、ちょっと参政党のやばさに気づいて、抜けたんかも、分からへんけど、でもね、基本的にはね、まあ、もう耳が学問で、それほど深いことを知らない。ね、ただ話題になったことだけをね、ネットに上げる、YouTube に上げるというような感じなんですよね。だからまあ、ここら辺ね、これ、2月の侵攻が始まったとき、ね、まあ、鈴木宗男をディスってたりとか、あるいはね、ロシア、とか、その、難民ですよね。その西側に、ウクライナのね、戦争が侵攻が始まった時に難民で、ね、西側に逃げた難民もいてれば、ロシア側にね、逃げた、避難した難民もいてるけど、それはね、まあ、強制移住をさせられてるとかっていうような形で、まあ、ロシアディスをしたりとか、いうような形ですね。で、ね、このウクライナやアメリカが悪いと、ね、結局ロシア擁護をしてる。だからウクライナやアメリカをね、少しでもディスったらそれはロシア擁護やとね。いや、そうじゃないやと。もうちょっと物事をね、忠実に見ましょうとね。事実に基づいてウクライナが、ね、悪いで、ロシアが悪いで、そしてそれをね、両方を、ね、の事実を突き合わせて自分の頭で考えましょうっていうけども、こういう形で世論形成してね、少しでもね、ウクライナ支援せんやつはね、もうロシア擁護なんや、ロシア派なんやというようなことを世論形成したという感じでね、まあ、少しね、この YouTuber の政治系って言ってるけども、基本的には案件処理係、ね、どっかの案件処理係やったんかもがね、でね、彼のね、YouTube チャンネルを見てみたんですけども、やっぱりね、この1年、半ぐらい前っていうのはね、ロシアのプロパガンダを流すね、あるいはね、ロシアアンティストのね、そして、こういう形で、ロシアディスが始まって、ね、ロシアがもう負けてるよというようなことをね、軒並み、この1年半ぐらい前、これ基本的にはね、だから、その案件ですよね、外務省案件かもわからへんね、そういう案件を処理してたんかもわからへんけど、軒並み流してますよね、ロシアはね、して、まあ、こういうね、まあ、個人的な攻撃でね、馬淵元大使っていうのは、まあ、もうちょっと情報を正確に見てね、まあ、多少ね、そのロシア寄りの言説はあったけど、そのあまりにもね、ウクライナよりの言説、日本人が行き過ぎてはおかしいって言うけど、まあ、こういう形でもう陰謀論にね、一緒に付したということで、少し、このね、この頃ってね、基本的にもう、ね、ロシアが勝つということでね、山本太郎なんかもね、そのウクライナ、ゼレンスキーの演説の時に出席せんかったということで、非常にね、攻められて、ね、ロシアは滅せるしこというようなことで世論形成を行ってたみたいですよね。ね、まあそういうのが1年半前で、最近を見てみると、ね、こいつは何かな、67、まあ結構なインフルエンサーですね。最近を見てると、まあ岸田政権非難はしてるんやけども、もうね、ロシアとウクライナの戦況なんかほぼ何もね、述べてないというような形。一回、ね、そういう意味ではね、まあ、総括をして、今までね、自分が言ったこと、間違いもあったんやから、こういう形でね、きちっと謝罪をしなさいよという国民に対して、まあ、ここまでね、案件処理をしたらね、もうほんまに、
あなたもう案件処理、ね、YouTuber、政治系って言ってるけど、自分の意見はなしに、ただ与えられた案件を処理しているというふうに思われますよということで、まあ、基本的にはね、小物で耳がくんって聞いて案件処理だけしてるんで、まあ、あまり大したことやないけど、まあ、数だけが多いインフルエンサーがこんな頭の悪いことをしてましたという話で、今はね、もうほとんど何もこのウクライナとロシアの戦争の現実を、ね、見たら触れてないという話です。まあ、こういうやつに今騙されないようにしてください。